皆さんこんにちは、お待たせしまして申し訳ございません。本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。これより、4月1日の MA&ADカップ2018並びに4月6日から始まります FC 女子アジアカップのメンバー発表をさせていただきます。早速ではございますが、登壇者なでしこジャパン監督高倉麻子より、この2つの活動に向けての意気込み、抱負、それに続けましてメンバーの発表をさせていただきます。なお本日はですね、前方上段にもございますが、資料の方は後ほどお配りさせていただく形にしまして、1人ずつ名前を読み上げていく形にさせていただければと思います。それでは監督よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私が監督に就任してから、最初の活動から今約1年8ヶ月9ヶ月になりましたけれども、いよいよ来年フランスのワールドカップ出場権をかけたアジアカップが4月にヨルダンで行われます。まあ、今まで総勢約45名ほど、いろんな選手の可能性を、まあ、探りながら、または成長をこう待ちながらさまざまなトライをしてきましたけれども、まあ、いよいよ本番を戦う中で、もう私自身もそうですし、スタッフ一同、まあ、選手一同も、まあ、先日のアルガルベカップの結果も踏まえてですけれども、身の引き締まる思いで、まあ、今時間を過ごしているところです。就任当初、まあ、4つの代表選手としての、まあ、必要な要素といいますか、たものを挙げたと思うんですけれども、まあ、そのことをベースにしながら、さまざまな選手に、まあ、ポジションを含めてトライをしてもらいましたけれども、まあ、今回は本番ということもありますし、まあ、何かを試すということではなくて、本番にグラウンドに立てる選手、戦うことができる選手ということを重要視してメンバーを選びました。チーム自体は、まあ、今まで22試合戦ってきましたけれども、なかなか勝ち星が先行しない中で、チーム苦しんできましたけれども、まあ、攻守ともに少しずつではありますが、進歩はしているというふうに思っております。まあ、守備の面では、まあ、やはり相手によって非常にこう力の差もありますし、そういった中で選手同士が微調整をする力っていうのはできてきていると思いますし、まあ、攻撃のところではもちろん選手個々の、まあ、良さを発揮しながらいろいろなコンビネーションを出してほしいという中で、やってきましたけれども、なかなかこうゴールにきれいな形で結ばない中で、まあ、アルガルベではある程度こう方向を示した中で、まあ、少しゴール前に入っていく回数というのは増えたかなというふうに感じています。まあ、あともう一つ決定力というところで上がってくれば、まあ、得点というところで少しチームが落ち着いて、もう少しこう落ち着いたゲーム運びができるかなというふうに思います。ただ先ほども言いましたけれども、なかなか勝ち星が先行しない理由の一つに失点の多さが挙げられます。まあ、失点が落ちてしまって試合にこう負けた中で、なかなかこう言い訳はしにくいところはありますけれども、まあ、失点の内容を見るとほとんどがこう集中力の切れた、まあ、ミス絡みが多く、まあ、そこら辺はチームとしてのまあ、勝ちにこだわっていく執念というか、まあ、以前のなでしこが持ち合わせていた、まあ、勝利への気持ちといいますか、まあ、そういったところがまだ自分たちのチームには欠けているなと思いますが、やはり今度は本番になりますので、その中でどの選手がチームを勝たすことができる気持ちの入ったプレー、まあ、いい判断、一つの気の利いたプレーでチームを勝たすことができるのかなというところを、まあ、今度の大会では見れるかなというふうに思っています。とにかくなでしこジャパンとして恥ずかしくない試合を
一試合一試合心を込めて戦い、まずはワールドカップ出場を決め、目指すのは大会2連覇です。強い気持ちを持って臨みたいと思っております。じゃあメンバー発表します。ゴールキーパー池田咲子、山下彩香、平尾千佳、ディフェンダー鮫島彩、有吉沙織、宇津木留美、熊谷咲希、高木ひかり、三宅しおり、清水梨沙、一瀬奈々、ミッドフィルダー坂口瑞穂、中島恵美、直本光、中里優、増谷梨花、隅田凛、長谷川優衣、フォワード川澄奈穂美、菅沢優衣香、岩渕真奈、横山久美、田中美奈、以上です。ありがとうございました。それでは資料の方をお配りいたしますので少々お待ちください。資料が行き渡りました後に、質疑応答に移らせていただきます。ご質問ある方は挙手いただきまして、ご所属名に続きましてお名前とそしてご質問の方いただければと思います。よろしいでしょうか。お手元に資料ございますでしょうか。はい、それではご質問を受付します。挙手いただきましてマイクの方を持ちますのでマイクを通じてご質問いただければと思います。いかがでしょうか。はい、それではじゃ左手前方の女性の方お願いします。少々お待ちください。NHK の鈴木です。よろしくお願いします。アジアカップをそのオーストラリアや韓国など強敵とその同グループだと思うんですけれども、それぞれの対戦相手とどう戦っていくと考えているかと、あとその会見の中でおっしゃられたあの勝利への気持ちっていうのはどう養っていけばいいのかと考えているのかを教えてください。はい。まず、大会自体はまず4チームで予選をやって2チームが抜け、準決決勝という形になります。で、3位になった場合は5、6位決定戦というところで、そこが、ワールドカップ5枠の、最後の戦いということになりますけれども、今回日本が入った組っていうのはオーストラリア、韓国、ベトナムというところで、非常に厳しいグループに入ったなということはあるんですけれども、オーストラリアは今 FIFA ランク4位になっていて、ここ3、4年、メンバーほとんど変えずにチームがこう熟成してきている。今まででしたらオーストラリア史上最強だと思うんですけれども、非常にフィジカル的にも優れていますし、テクニックも中盤
にはテクニックのある選手もいますし、まあ、本当にこう試合に勝ち切るっていう意味では厳しい戦いになると思いますけれども、まあ、やはり相手のスピードのあるフォワードに仕事をさせないっていうところで少しこう対策を考えていかなければいけないなと思ってますし、まあ、韓国はこの間アルガルベカップではエースのチソヨン選手がプレーをしていまして、イワの時とは全くこうチームの成熟度が変わってくるという、まあ、彼女一人でいろんな局面を変えてしまうっていう怖さがあるので、まあ、韓国との試合はいつでもそうですけれども、まあ、男子同様気持ちもの面でも非常に難しいものがありますが、まあ、やはり私たちは挑戦者であるという気持ちを忘れずに、まあ、韓国の良さを出させないような試合をしていきたいと思います。で、初戦のベトナムに関しても今ヨーロッパでもどこの地域でもそうですけれども、女子サッカーのチームというのはもう1年あれば大きくチーム力が変わってくるという中で、まあ、この間のユーロでオランダが勝ったように、まあ、この間のアルガルベでもポルトガルが非常に力を急激につけてきたということもありますし、まあ、決してベトナムも簡単な試合になるとは思ってませんので、まず初戦に向かって全力で戦っていきたいと思いますし、まあ、そのためにもMS&ADカップガーナとの試合っていうのは大切になってくると思うので、まあ、そこで選手を、まあ、どのようにこう使っていくかということも、まあ、先のことも考えながら試合をしていきたいと思います。で、質問の、まあ、精神力というところの話が出ましたけれども、まあ、やはり選手になでしこジャパンの一員であることの責任の重さであるとか、まあ、このバトンを受けてまた戦いながら次へ回していくというものに関して、まあ、いろんな話はしてきてますけれども、まあ、選手自身はやはり自分自身のプレーを必死に戦っているっていう状況の選手が多くて、まあ、やはりチームのために何ができるか、このチームとして何が何でもこの試合に勝つというところがなかなか湧き出てこないことが多かったんですけれども、まあ、先ほども言いましたけれども今回はもう本番ですので、まあ、やはり本当にこう自分自身の思いを振り絞ってグラウンドに立ってほしいなというふうに思っています。はい、次いかがでしょうか。それでは奥の女性の方お願いします。テレビ東京の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。まあ、ある程度メンバーを固め始めていらっしゃったと思うんですけれども、はい、川澄選手をこの時期に招集された理由、それからピッチの中、まあ、外で監督が期待されていることがありましたら教えてください。はい、まあ、彼女は今アメリカのシアトルでプレーをしていますけれども、まあ、ずっと注目して追っかけていた選手でありますし、ただこうチームを少し若返る中で、作っている中ではやはり若手に経験とチャンスというのを時間をかけてこう与えていかなければいけないということもありましたので、まあ、少しそういうのを待っている状況の中でやはり、まあ、点を取るということに関してゴールへ向かっていくというところに関して少し物足りなさが残りましたので、まあ、彼女は急にこうチームに合流することになりますけれども、まあ、経験もありますし勝負強さも本当に持っていると思うので、まあ、しっかりチームに溶け込んでくれるというふうに思っていますし、まあ、彼女のやはり縦への突破というところに大きな期待をしているというのと、まあ、このチームの中では、まあ、最年長になりますけれども、まあ、チームが厳しい戦いの中で何かこう精神的にふらつくような状況があったときには、まあ、オフのところでもしっかりチームを締めてもらいたいなというふうに大きな期待を持って今回は選出しています。はい、ありがとうございます。続きましていかがでしょうか。
ろしいですか。はい、それでは前方の女性の方お願いします。フリーランスの松原と申します。今回、海外組が、基本的に4月3日のヨルダンからの招集となりますけれど、川澄選手は3月26日、6日の、国内から、合流されるということで、はい、やはり今回その国内でのチーム作りっていうところに関してはどのようなことを重視されていらっしゃいますか。また川澄選手をこの時期に呼んだ理由を教えてください。はい、海外組の宇津木、熊谷、横山に関してはやはりアジアカップが、2週間で5試合というタイトなスケジュールになっていますので、まあ、一度日本に来て時差調整をしてまたヨルダンに戻って時差調整っていうところで少しこうコンディションが落ちることを心配して、国内合宿は、呼ばずに現地で合流というふうに本人たちとも話をして決めました。で、まあ、アルガルベで4試合しっかり戦う中でチームのコンセプトというのはしっかり共有できたと思っているのでこの3選手に関しては現地合流となります。で、川澄選手に関しては、まあ、初めての招集でもありますし、まあ、先ほど言ったようにこう肉体的な負担というところは少しかかってくるかもしれないんですけれどもやはりチームに早く合流してもらってまあ、チームの雰囲気であるとかやり方というのをしっかりここの長崎のキャンプで共有してもらいながら、力になってもらいたいなということで彼女だけは特別に、海外組の中からは長崎から参加してもらうことになりました。はい、続きましていかがでしょうか。はい、こちらの男性の方お願いします。テレビ朝日の高橋です。ゴールキーパーで今回平尾選手を選出されてますが最初の親善試合でスウェーデン戦などでメンバー入りをされてますそれ以来となると思うんですがこれまで試した選手でなく平尾選手に選んだ理由と期待するところをお願いいたします。まあ、平尾は育成年代からずっとこう代表育成の代表としては活躍してきた選手で総合的に、ゴールキーパーとしてのポテンシャルが非常に高いですし、まあ、メンタル的にも非常に安定したものを持っていますのでその辺を評価して今回選出しています。まあ、全く初めてではありませんし私自身が目指しているサッカーというところではアンダー20でも長くやってきていますので特に心配はしていません。はい。はい、続きましていかがでしょうか。はい、こちら候補中央の女性の方お願いします。フリーランスの日比野と申します。よろしくお願いします。これまで先日のアルガルベまでを含めて監督が今のチームの中で課題、まあ、たくさん出てきているものがあると思うんですけどそこをいわゆるこの本番っていうところに向けて上積みする部分でいうと、まあ、具体的にどういうところを、まあ、大会戦いながらになるかもしれませんけれどもどういった上積みを期待されてまあ、チームを作っていこうとされているんでしょうか。まあ、攻守ともにいろいろなエラーが出る中で、まあ、修正しながらチームをこう最近は作ってきていますけれども、まあ、先ほども話が出たように、まあ、勝負どころでミス絡みの失点というのがとにかく多いということをすごく感じているので、まあ、その時点でゲームがの流れを自分たちに持ってくるのが難しくなってしまうということが非常に多いのでまず守備のところだけではないんですけれども試合に対する、まあ、集中力というとそうになってしまうんですけれども、まあ、勝ちへの執念というところかなというふうには思うんですが、まあ、その辺はもう一度選手たちとしっかり話をしようと思いますし、まあ、最後のところで一歩体が張れているかということもそうですし、まあ、シュートを決めきるというところでも何か技術的なものだけではないものを、まあ、それは気持ちなのかもしれないですし、
まあ、技術というところもありますけれども、持ってこなければ、まあ、バーに当たって入らない、バーに当たって入るっていうところを持ってこれないと思うので、まあ、とにかくチームが勝ちに向かっていくっていう雰囲気を前面に出して、あの大会に臨んでいきたいなというふうに思います。はい、その他いかがでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。それでは以上で会見の方を終了とさせていただきます。大一番に向かうなでしこジャパンでございます。まずは長崎でいい結果を出してと思いますので、ぜひ、ご取材のほどちょっと遠方にはなりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ヨルダンで待っています。よろしくお願いします。